上白石萌音さんの誕生日の挨拶が大失敗という噂は2019年にリリースされたアルバムノートに収録された曲バースデイに関係していますこの曲は上白石さんが自身の誕生日にライブを行った際に歌詞を忘れてしまったというエピソードをもとに作られたものです上白石さんはそのライブで音楽は楽しいだけじゃない と感じたと語っており、その後も歌うことに対するプレッシャーや不安を抱えていたそうです。しかし、その経験が彼女の音楽への向き合い方を変えるきっかけにもなりました。彼女は、バースデイの歌詞で自分のことを好きでいてくれる人がいるから、自分も好きでいようというメッセージを込めています。このように、バースデイは上白石さんの成長の証でもありますが、 一部では、誕生日の挨拶が大失敗、というネガティブな噂が広まってしまったようです。しかし、実際には、上白石さんはその失敗を乗り越えて、より素直で強くなったと言えるでしょう。上白石モネさんの送ればせながらの誕生日挨拶にファンから批判が殺到したという噂は、インスタグラムでの投稿に関係しています。上白石さんは、 2022年1月27日に24歳の誕生日を迎えましたがその日にインスタグラムで報告することはありませんでしたその後2月1日になってようやくインスタグラムで遅ればせながら24歳になりましたと誕生日を報告しましたしかしこの投稿に対してファンからは誕生日はいつだったの もっと早く教えてよ。忘れてたんじゃないの。などと、不満や疑問の声が多く寄せられました。上白石さんは、この批判に対して何もコメントしていませんが、一部では、仕事が忙しかったのかもしれない。無、プライベートを守りたかったのかもしれない。誕生日を大事にしない人もいるかもしれない。などと擁護する声もありました。このように、 上白石さんの遅ればせながらの誕生日挨拶には賛否両論があるようです。しかし、実際には上白石さんは自分のペースで誕生日を祝っているだけかもしれません。佐藤健さんは2020年3月にライブ配信で35歳までに結婚しますよと宣言していました。しかし、その後も決定的な熱愛報道はありませんでした。 佐藤健さんは2023年3月21日に34歳の誕生日を迎えました。つまり結婚宣言のリミットまであと1年ということになります。佐藤健さんはどんな人と結婚したいのでしょうかライブ配信では一般人でも全然いいと語っていましたが、共演女優との交際の噂も絶えませんでした。 佐藤健さんの理想の結婚相手は、顔立ちがはっきりしていて黒髪の美人だということです。また、佐藤健さんは自分より年上の女性が好きだとも言っています。佐藤健さんは、2022年4月に 5LDK の新居に引っ越したとも報じられています。この新居には誰を迎え入れるのでしょうか佐藤健さんが結婚する日が来るかどうか ファンは注目しています。佐藤健さんの結婚宣言はファンの間で大きな話題になりました。しかし、その後も佐藤健さんの結婚相手については明らかになっていません。佐藤健さんは2024年3月に35歳になります。つまり、結婚宣言のリミットまであと1年ということになります。佐藤健さんはこの1年で 本当に結婚するのでしょうかそれとも結婚宣言を撤回するのでしょうか佐藤健さんの結婚の舐め方には多くの人が注目しています。佐藤健さんが幸せな結婚をすることファンは心から願っています。女優の髪白い萌歌が21日に自身のインスタグラムを更新しました。彼女は 明治学院大学文学部芸術学科を卒業したことを報告しました。上白石は今年の3月に明治学院大学文学部芸術学科を卒業しました。卒業式の日は雲一つない素晴らしい天気でした。袴を着て出席しましたと伝え、高校生の時から大学進学を目指して5年で卒業しました。 これからもずっと大切な友達に巡り会えたこと、専門的な知識を得たこと、そして新たな知見によって自分の世界が広がったことに感謝しています。もらった財産は両手で抱えきれないほどです、と述べました。また、レポートで眠れない日々があったり、撮影の合間にテストを受けさせてもらったこともあったり、お仕事との両立は大変だった。 と振り返りつつ、それでも、一度も卒業する気持ちを途切れさせずに持続できたのは、たくさんの人たちの支えがあったからだと思います。一人では卒業できなかったと思います。と述べました。最後に、今後は学生証のない日々を過ごすことになりますが、学びや好奇心を諦めずに頑張ります。との決意を述べ、卒業証書を手に、 袴姿の記念写真を撮ったことを宝物と感じています。また、同じく卒業した方々にもおめでとうございますとメッセージを送りました。上白石さんは、鹿児島県出身2011年に史上最年少の10歳で、第7回東宝シンデレラオーディションのグランプリを受賞しました。その後、ドラマ、 さよならドビュッシー、ピアニスト探偵、三崎洋介。や映画が、羊と鋼の森。などで活躍しています。彼女は、俳優の上白石萌音さんです。三連 A 組、だったかで、多分初めて知った女優さんだが、ドラマに、CM にとたくさん出演していて、多忙の中での両立はすごい。おめでとうございます。名学はのんびりしてて、雰囲気の入り学校。 俳優の佐藤健は、特撮ドラマのヒーローやアクション、サスペンス、ミステリー、恋愛など、様々なジャンルで素晴らしい演技を披露してきました。そこで、彼が演じた役の中で一番好きな役は何か。というテーマで、モデルプレスがウェブアンケートを実施しました。34歳の誕生日に合わせて、 読者が選んだトップ20を発表します。トップ3は、1、恋は続くよどこまでも、の天道帰り役。2、映画、ルローニケンシン、シリーズの日村ラケンシン役。3、半分、青い、の役です。恋は続くよどこまでも、というドラマは、女優の上白石萌音が初めて主演を務めた作品です。物語は、 ちょうどエスなドクター、天道に一目ぼれしたナースの七瀬が、恋と成長を描く胸キュンラブストーリーです。この作品で、上白石は本格的にブレイクし、共演者の佐藤も新たなハマり役で話題を呼びました。最終回の翌週には、架空の放送回を熱望する声がツイッター上で集まり、こいつず11話がトレンド入りするなど、 社会現象になるほどのブームを巻き起こしました。天道は、他の医師や看護師から魔王と呼ばれるほどのド S な性格で、七瀬を振り回しながらも、たびたび彼女を救ったりサポートしたりすることで、視聴者の心をつかみました。また、顎食いかける壁ドンからの強引なキスや、頭ポンでの交際宣言、キスを治療するシーン、 そして、お前は天道たんだろう。という名セリフなど、胸キュンシーンや名言が数多くありました。佐藤健さんが演じた役柄は、彼の魅力が爆発した作品でした。彼の演技は、厳しい一面と、甘々な優しい一面の両方が見事で、心をキュンキュンさせられました。特に、恋に落ちて愛を積み重ねる、 剣道先生の不器用な姿に胸がキュンとなりました。